回答は主にフィクションに登場する盗賊。一般に手口が鮮やかであったり、神出鬼没なものを指し、泥棒とは区別される。古くは推理小説や冒険小説において主人公に相対する存在だが、アルセーヌルパンのように回答が主人公を務める場合も多い。主人公を務める場合には多くは義族的、利他主義的な振る舞いをする。 その目的において、通常の泥棒や盗賊と何ら変わりないが、手段において犯行予告を行ったり、現実、常識的にはありえない方法を用いて、盗みを行うものを指す。厳重な警備下にある美術品を、変装などの手口を用いて鮮やかに盗み出すというのが、回答の一般的なイメージである。その特性上、基本的に、現実離れしたものが多いが、ある程度に、 現実性が必要なミステリー作品に登場することもある。敵対することとなる探偵役がいる場合も多く、例えば、アルセーヌルパンなら、ジュスタンガニマール、怪人二十面相なら、アケチコ郎ロである。アルセーヌルパンに由来して、ステレオタイプの怪盗像は、シルクハットに、夜会服などの清掃やマント、モノクルをつけていることが多い。ただし、 原作においてはルパンがそのような格好をしていたことは少ない。清掃でないにせよ、作風がコミカルなものについては、機能性を度外視した派手な格好をしていることが多い。日本のインターネット上においては、日本語の回答に対応する英語として、ファントームシーフを紹介している例が複数見られる。ありがとうございます。